はい、どうも皆さんこんにちは。ピヨチキチャンネルウープ主のピヨタです。さあ今回も東方玉霊級やっていきたいと思います。はい、今回が2018年ラストとなっております。さあラストに行くのはね、こちらです。ニスルトガーデン庭です。はい、年7、虫5、闇4、木2の風2となっております。まあそれに対応するために、虫に対抗するための毒属性、あとは鋼属性を、持たせたキャラクター。虫に対応するための、火と岩で、闇に対応するための、盗属性持ちを連れて行っております。粘属性って断りき念じゃない念で合ってるか、粘属性って何が効きましたっけ。粘属性は毒と鋼、断りいる意味がない。おめえ何のためにいるんだてめえ、こいつだ。はい、ということで行ってみましょう。ミスルトガーデン、あはは、パーティー名買い忘れた。風は良くなりました。はい、ということで行ってみましょう。さあ、ということで行ってみましょう。どんな敵が出てくるんですかね。さあハグレコ玉を見ていきましょう。さあチビダイちゃん、チビラル、チビラル、チビラルバ、チビラルバ、チビユーカ、ほうほうほう、キムシね、色が緑だ、緑すぎて見づらい、緑すぎて見づらい、粘属性には毒、虫属性には岩、粘属性には火、これだ。まあ虫にはね、岩以外でもいいんですけれども、まあ岩を使えるキャラがいるなら岩を使った方がいいんじゃないかっていう話です。オッケーオッケー、でもこれが耐えんの？耐えんの？耐えないで死んじゃう。危ない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 。なんかあれなんですよね、僕慌てると言語がどっかに消える時があるんで、レベル30ですからね。もう耐えてくる敵も出ましたか。これでも結構敵のことを考えて能力は強化してるんですけれどもね。全体攻撃持ちいた方がいいのかな。あとは岩と、これは鋼にしてみよう。粘属性はさあ、ということで小石ちゃん、ブランブリーローズガーデン、ちょっと一回打ってみましょう。被害を少なくできるならね、これが一番いいですから。で、ハガネ打つ、ドン、オッケーオッケーオッケー。あれはその技は、あ、倒した。大妖精ちゃんは倒せるのが確定しましたね、今ので。それはいいことだ。大妖精ちゃんがいる場合は、じゃあ小石ちゃんを率先して出していきましょう。これはいい気づきですね。さあ行きましょう。こい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 、大妖精ちゃん、こいこいこい。いたけど、なんかちょっと違う、なんかちょっと違う、求めてる大妖精ちゃんと違う、形が違う。まあでも通常状態もいるからやるけど、岩と鋼、よし行きましょう。さあブランブリーローズガーデン、岩、鋼、どう、おー強っ、おー危ない。やっぱチェンちゃんは耐久は低いとしても攻撃だけは超上げてますからね。よかったよかった。まあ大妖精ちゃんと今いたのは粘属性の誰だったかな。うわやば、進化後がいる、しかも意外と多い。どうしよう、毒、岩、鋼、雷、氷、岩、雷、氷、粘、風、岩、氷、風、岩、炎。どうしよう、弱点を取ったところで倒せないような敵ばっかり。岩、火、もう一体粘属性には毒か、つまり大妖精ちゃんが、毒属性技やるのがいいのかな。ドン、耐える、耐えちゃいますか。あー倒せた、倒せたけれども死んじゃうよ。チェンちゃん死んだ。自動的にラン様、チェンちゃんの後にラン様が出てきた、ラン様が出てきた。あー、このやる気の失われようがすごいですよ。てめえも許そうねってなりたいところなんですけどもね、残念ながら許す許さない前にもうこれ勝つのが絶望的っぽい気がしますよ。どうなんでしょう、ちょっと敵避けつついきます。アイテム回収よりもドアを見つけたらもう降りる感じにしていきます。敵を倒すのではなく敵をかわすにしておきます。一応クリアはしたいんでね、したいんで、敵をかわしつついきます。そんな感じで、第2層目いきましょう。さあ敵はかわします。もう一度言います、敵はなるべくかわします。強制エンカーしちゃう時だけエンカウントでやっていきます。さあチビユーカ、エヌルナチャ、チビヤマメ、さあ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 、チェンちゃんの横に参戦の選択コマンドがない。とりあえずこのね、エヌル
ルナちゃん。やばいですよね。毒鋼ね。毒鋼ね。毒。鋼。さあさあさあ、とりあえず、虫属性って多分耐性あるよね。木属性に。ですよね。まあじゃあ、木属性でやって、どうしよう。地属性でやって、鋼はちょっと交代で火に変えておきましょうか。変えておいた方が良さそうですね。万一倒せなかった時用で。オッケー。ドンと。オッケーオッケー。いい感じです。攻撃を減らされましたね。HP 特攻がまずいな、本当に。やばい。HP 特攻とか、減らされてますね、やっぱりかなり。厳しい。強制変化で減らされるのはきつい。下。上。横。下。さっきの別に行く必要なかったが、行って取って、取って、アイテムは回収していきたい。あー、かぶさないで。来ちゃったよ、来ちゃったよ、来ちゃったよ、来ちゃったよ。あぶねあぶね。はい、じゃあちょっとアイテム回収諦めて下行きましょう。危ねえ。怖っ。久しぶりになんかもう、逃走中やってるかのような、ハンターと対決してるような。さあさあさあ、見つけました。もう行きましょうか。はい。ということで、敵倒してね、ここまで来たわけですけれども、ボスも勝てるかどうかが怪しいんですよね。どうなるかな。大妖精ちゃん、ゆうかさん、で、ルナちゃさん。行きましょう。毒、風、岩、鋼、炎、岩、雷、氷、粘。毒、鋼、粘。火属性。岩がないし、これは、これなんだっけ？岩、雷、氷、粘。あ、なんもない。いや、強いて言えば、粘属性は持ってんのか。粘属性はいるんだよな。粘属性はいるんだ。じゃあ、そうですね。鋼、粘。鋼、粘の一番上が、毒か。鋼、粘毒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 。鋼、鋼、粘、毒。あ、でもこれ一点突破で受ける攻撃の数を減らしておいた方が良かった気もしなくもないな。じゃあ眠ってしまった？眠ってしまった。寝たの？ダメだよ、戦闘中に寝ちゃ。何、クロロホームフォルムでも嗅がされた？たく、敵はもう卑怯な手ばっかり使ってきますね。寝たらどうなんだろう。動けなくなるんですかね。それなら変えておきたいんですけど。普通に動く。え？これどう見ればいいんだ、自分の状態。情報か。あ、行動不能なってんじゃん。じゃあ交代していきましょう。グランブリーローズガーデン。で、デッドリート。さあ、どれぐらい効く？オッケー。ナイスプレイ。からの、攻撃受ける。からの、倒せる。オッケーです。ああ、よかった。倒せましたね、無事に。よかった。いや、もう、勝てる気がしなかったですね。かわしながら来て、これですからね。ノーツバレベル 60? レベル 60?50 以降もあるのか。はい、ということで、今回、どころか、今年のね、2018年最後の、東方玉霊級の動画となりました。ここまでのご視聴ありがとうございました。また、2019年もよろしくお願いいたします。良いお年を。